3月4月に甘い香りのする羽衣ジャスミン、皆さん覚えてます？もうこの時期だとぐんぐん伸びているという方もいるはずです。でも鉢植えで買ったものそのままだと夏うまく実は越せないんですよね。できれば思い切って剪定して新しい植木鉢に植え替えてやる。そうするとこれからどんどんと大きく育ってきて来年の花を咲かせるつるが出てきます。ぜひ皆さんもやってみてください。ちょっとえって思うかもしれないけどこれぐらい実は剪定するんです。株元から思い切って少し芽のあるあたりもうバチバチと思い切ってやっちゃってください。このようにね、バチバチとやってしまう。そうしてつるを外していくということです。こう丁寧に外してたら折れてしまいますからこのように思い切っていっちゃいましょう。このように外してしまっても枯れてしまうことはありません。そしてね、よく見ていただくと根がこんなにいっぱい。だからこのままではうまく育ちません。このぐらい大きな植木鉢に植え替えをしてオベリスクを立ててやる、ラティスを立ててやる、でなければ庭に植えてやる。そうするとこれからぐんぐんと夏中伸びてきて来年の花芽をいっぱいつけます。ぜひまだやってない方間に合いますから作業してみてください。